カモフカ -32A-1220、反転式ローター、または同軸反転式ローターは、単軸型のヘリコプターのメインローターを二重反転プロペラ上としたものであり、それぞれのローターによってカウンタートルクを相殺できるという利点がある。ツインローター形式としては最も歴史あるもので、乗り物としての用途でなければ、気球以前より実物が存在していた。 また18世紀に、ジョージ・ケイリーが作成したモデルも、最終的には上、回ズの付けの並列ローターを採用しているが、原案は二重反転式だった。二機のメインローターを同軸に配置して、上段と下段を逆に回転させるものである。ロシアのカモフが得意としている方法であり、ほぼ全てのカモフ機に採用されている。アメリカ合衆国のシコルスキーエアクラフトなどでも、 試作されたことがある。シングルローター、テールローターが主流の現在においては少数派となる方法だが、テールローター式、ノーター、直列式、並列式、交差反転式に対して以下の利点と欠点を持つ。二重反転式ローターを発展させた形式として、アドバンストブレードコンセプトローターがある。これは、主回転翼の各々の羽の向かい角を羽の 全身時から交代時にかけて周期的に変化させるフェザリングヒンジのみで構成され他の関節部を持たないリジットローターを用いた二重反転式ローターのことで上下に配置された各々の回転翼の前身側の羽だけで全ての揚力をまかなう後退側揚力を発生させないようにされ利用しない形式であり後退側の逆流や失速による 左右の揚力バランス喪失に対する解決策の一つとされている。この形式では、より高速飛行に向いた翼型の回転翼の羽形状を用いることが可能になるため、従来では不可能だった高速ヘリコプターが実現できるとされている。通常のヘリコプターでは、メインローターの前進側が専音速に達し、衝撃波が発生する速度が限界となり、 解決策として、ローター先端に交代翼をつけ、さらにその部分には、線音速翼型を用いるヘリも実用化されているが、シングルローターでは、後退側の逆流と失速による限界があるので、この対策も大きな効果は見込めない。この問題は、ABC ローターを用いることで後退側ローターに依存しない飛行が可能になるため解決できるという。 またリジットローターはヒンジが存在しないという、性質上フラッピング動作も小さいため、高速飛行時における後退側の失速も抑えやすくなり、またローターの衝突防止のために上下間隔を広く取る必要から、背が高くなりがちな二重反転式ローターの欠点も、ある程度解決できる。このため、小型の無線操縦ヘリコプターで多用される、航空工学講座十一ヘリコプター。 公益社団法人日本航空技術協会2018年2月12日閲覧 P7A Advanced Blade Concept r o t デ r Wikimedia Commons には20反転式ローターに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。